皆さんこんにちは、証券ママです。今日はポンデケージを作ります。本来はタピオカ粉で作るんですが、今日はお家にある片栗粉とピザ用チーズで簡単に作ります。とっても美味しくできるので、最後までご覧になってぜひ作ってみてください。それでは材料です。片栗粉 100g、 ピザ用チーズ 50g、 牛乳 50cc、 オリーブオイル大さじ1、卵 M がこれ1個一応用意しましたが、1個使わないかもしれません。生地の様子を見ながらね、だいたい半分くらいから1個の間で様子を見ていきます。それからお砂糖が小さじ1、塩が2つまみ程度、それからベーキングパウダーが小さじ2分の1です。材料は以上です。それでは早速作っていきます。まずね、片栗粉の重さを測りますね。今日は 100g 用意します。それからね、ここにベーキングパウダーを小さじ2分の1ね、入れていきます。はい、そしたらこれはね、混ぜときますね。はい、そしたらね、お鍋に卵と粉以外の材料を全部入れていきます。まず牛乳が 50cc 入ります。それからピザ用チーズも 50g ですね、入ります。はい、それからお砂糖が小さじ1入ります。それからお塩が2つまみ入ります。はい、それからオリーブオイルが大さじ1入ります。はい、そしたらね、これを火にかけてチーズを溶かしていきます。はい、それではね、お鍋に火をつけました。そしたらね、沸騰させないようにチーズをね、溶かしてきます。ここはね、弱火でやった方がいいと思います。はい、チーズが溶けました。はい、チーズが溶けたらね、熱いうちにこの片栗粉とベーキングパウダーの混ぜた粉をですね、この中に一気に入れちゃいます。そして練ります。はい、こんな感じにね、ちょっとお餅みたいな感じにね、お鍋からこう離れる感じにね、全部粉がなじみました。そしたらここに卵を入れていくんですが、卵をね、 M1 個なんですが、これ溶きほぐします。でこれ今日1個使わないかもしれないんですけれどもね、様子を見ながらね、入れてきます。はい、じゃあ少しずつ入れてきますよ。もしかしたら半分くらいでいいかもしれません。あんまりね、柔らかくしちゃうと成形しできなくなっちゃうので。それまた入れますね。そうですね、もうちょっと入れますね。今日はね、やっぱり少し残します。あと少し入れます。はい、こんな感じでもう今日はね、いいと思います。卵はね、結局 M の卵2分の1個残りました。これは何かね、卵焼きとかに入れちゃってください。
そしたらオーブンは180度に先に予熱しておいてください。そしたらこれを丸めていきます。はい、そしたらね、これをね、今日はね、これをお好きなね、あの個数でやってください。今日はね、8等分にして8個作っていこうと思います。そしたらね、これを丸めていきます。手にくっつくようでしたらね、お水つけても大丈夫ですが、今日は大丈夫のようですね。はい、こんな感じにね、8個丸めました。そしたらね、もうオーブンが温まっているので、180度で15分から17分様子を見ながら焼いていきます。それではオーブンに入れます。はい、これでね、180度で17分焼きました。ちょっとね、焦げ目をねつけたかったのでね、15分くらいでも大丈夫なんですが、17分でね焼いてみました。こんな感じで片栗粉で作ったポン・デ・ケージョの出来上がりです。美味しそうに焼けました。はい、それではね、一つ試食してみます。美味しそうに焼けました。じゃあちょっと割ってみますね。はい、こんな感じでもちもちです。じゃあいただきます。うん、パルメザンチーズでやることが多いんですが、ピザ用のチーズの方が値段的でも安いですし、とってもね、美味しくできました。こんな感じです。タピオカ粉や白玉粉がなくてもね、片栗粉でも十分美味しいポン・デ・ケージョができるのでね、ぜひ簡単なのでやってみてください。それからね、時間が経って硬くなったら、レンジの600ワットで10秒から20秒チンすると、元通りに美味しく食べられるので、温め直して食べてください。できればね、作りたてをいただいた方が美味しいです。とっても美味しくできました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。お家にある材料でね、簡単にすぐできるので、ちょっとパンが食べたいなっていう時に作ってみてください。とっても簡単で美味しいです。それでは皆様、お元気でまたお会いしましょう。バイバイ、またね。証券ママでした。